吉田さん、失敗小僧ですか。なんかすごいネーミングですね。やっぱね、世の中にいろんな YouTube チャンネルがあるもんだなと思います。それでもまだね、私はね、発信する人がものすごく足りないと思いますよ。例えばね、私ね、持続化給付金とかね、特別定額給付金っていう話題をテーマに動画を乱発してる部分があるんですけども、やっぱり似たようなテーマで発信してる人が少ないんで、やっぱりね、情報が行き渡ってないんですよね。まあ、おかげさんで普段よりも高いアクセス取れるんですけども、私アクセス取るのが目的じゃなくて、まあ複雑なんですけども、たくさんの人に知ってもらいたいのは思うんですよ。で、私のアクセスが優先じゃなくて、みんなが知ってくれたら、私がやらなくても、私のチャンネルじゃなくてもいいかなと思ってるんですよ。本来私はね、もうちょっとね、コアなことを、自分寄りのことをやっていきたいんで、まあでも、反響があるからいいかって感じですね。コメントもものすごいいただいてるんでね。で、最近コメントがね、やっぱこう返しきれなくって、まあありがたいなと思います。で、今回のね、私からの発信なんですけども、2桁違うチャンネル登録者、まあ、時には3桁ですね。私は今1万人以上のチャンネル登録者数があって、まあ言ってみればね、 YouTube 始めたばかりの方とか、チャンネル登録がまだね、数百人とか数十人っていう方から見たら、多分1万人いいなって思われると思うんですよ。やっぱりそうは言ってもね。だから私は逆にですね、チャンネル登録の多い方を見に行ったり、そこにコメント書くんじゃなくって、私はチャンネル登録の少ない方ね、2人とかね、5人とかね、10人とか、多くて30人とか100人以下、こういうのをたまにね、探してみるんですよ。いや、でもね、やっぱり面白いんですよね、そういう低アクセスのチャンネルも。やっぱり面白いし、学びがあるんですよ。で、これをね、どういうふうな速稼塾なりの考え方でまとめていくかっていうと、最小購買数的な価値、これはアクセスが高いものによるんですよ。ね、はじめ社長、みんな面白いですよね。で、ヒカキンさんもみんなが楽しんでますよね。アクセスすごいあるじゃないですか、チャンネル登録も。でもこれは共通に多くの人がこれは面白いだろうという最小購買数的な面白さだと私は認識してます。最大公約数的と言ってもいいかな。で、私がね、面白いなと思うのは、なんかすごくアクセスは小さいんですよ。アクセス、例えばね、動画再生2とか3とかなのに、見てみたらその2とか3の人とこう思いを共有できるっていうんですかね。だからすごくね、先端なんですよね。そういう出会いっていうのはすごくいいなと思うんですよ。お互いに、他の人には分かんないだろうけど、面白いよねみたいな、あ、分かるよねみたいな、こんな感じです。例えて言えばですね、打ち切りになった昭和50年代の4時半から始まってるアニメのファンみたいなね、それとかね、まあテレビシリーズのドラマの1回しか出てこない脇役の話が妙に印象に残ってたりとかね、ガンダムで言うとね、まあ例えは難しいんですけども、ククルス・ドアンの島とかね、あとは戦場は荒野とかね、別に全体のストーリーから比べるとなくてもいいところにかなりね、じんとくるものがあったりとか、しみるものがあるみたいな、そういうのがね、好きだったりするんですよね。だからあれなんですよね、裏通りの三流店なんですよね。もうチェーン店とかイオンとかではないんですよ。そういうショッピングモールとかね、フードコートには絶対並ばないような弱小店舗でも、その弱小店舗でも、数十人とかね、数人のコアなファンがいて、いやーこの味じゃないとダメなんだよみたいなね。で、いざ閉店しようと思ったら、いやーもう他に代わりがないから、どこ行きゃいいんだよ、もう閉めないでくれよって熱烈に言われるみたいなね。まあそんな感じなんじゃないかなと思いますよね。で、じゃあそろそろちょっとまとめに入っていきますけども、動画の方針として、みんなが楽しむものを作りたいっていうのはもう飽和してると思います。過当競争です。だからこのポイントを押さえてる人だけが楽しめて、その他の人はなんだこりゃみたいなね、その他の人はこうバッとつけるみたいなね、そういうふうなオタク的な動画、自分だけにしかわからないで、細かすぎて伝わりにくいみたいなね、そんなキャッチコピーもどっかありますけども、そんなのがね、私はすごく面白いなと思うんですよね。昨日もね、すごく田舎町のちっちゃい古本屋を見つけたんで入ったんですよ。いや、本ね、買いましたね。
どこで買ってもいいんですよ。どこで買ってもいいんだけども、いやこの古本屋味わるわーみたいな、味わい深いなーって感じで、そこで買ってしまうんですよね、でそこポイントカードも何にもないんですよ。それこそ小銭じゃらじゃらで会計ですしね、でなぜかね、あの今の時期ってその透明なシートアクリル板やったりとかするじゃないですか、アルコールとかないですね。おおらかにやってますね、お客さんも別に他にもパラパラいましたけど、マスクしてる人いないですね。そもそもその本屋に、古本屋にね、喋りに来る人いないんで、マスクいらないんじゃないかなと思いましたね。学びになりましたね。あとまあ消毒液もないんですけど、私が想像するに消毒アルコールでやるとね、本が汚れたりするのかなと思いますし、そもそもあの古本30年前とか50年前の本があるんですよ。そっちの方が汚いんじゃないかみたいなね。そんなこともあるんで、結構そこの親父さんはね、思い込みとかね、多数派の意見とか最小購買数的な意見によらずに、やっぱ自分の商売やってるなと思いますよね。だから客少ないですよね。なんかちょっとね、似たような部分を感じたかなと思いますね。まあ、ですんでね、まあ、自分の色を、自分のスタイルをやっぱ忘れないことかなと思います。他の人とかね、トレンドを気にすると、やっぱりね、そっち寄りになっちゃいますよね。自分寄りじゃなくて、もちろん最初は見てる人寄りがいいと思うんですよ。多くの人に認識されて、そっから自分のこだわりに進むのか、たくさんの人を喜ばせる方に喜びを感じるのかって分かれると思いますからね。ということですかね、じゃあ第3話以上です。いってらっしゃい。